芸術の秋ということで、各地で様々なイベントが行われています。港区の東京ミッドタウンでは、体感できるアートをテーマにしたデザインイベントが行われています。私が座っているこのベンチ、全体を見てみると大きな波の形をしているんです。まるで飲み込まれちゃいそうに見えませんか？このベンチのテーマは瞬間に座る。波という自然のエネルギーが描く美しいラインをそのまま形にしたものだそうで、高さは4メートル以上あります。東京ミッドタウンでは現在デザインに関するイベントが開催されています。こちらは世界的なメディアアート機関アルスエレクトロニカと連携した体験型デザインのコーナー。音や気配で中の絵が切り替わるフレームや、目の動きによって画面上に絵が描ける、その名もアイライター。人が近づくとセンサーが反応して折り紙の花が咲くフラワー型ロボットなど、実際に体験しながら楽しむことができる作品が並んでいます。その他、若手クリエイターの作品を展示・表彰するコーナーもあり、最先端のアートに触れることができます。この催しは来月3日まで行われています。